皆さんこんばんは。出番を司会でおなじみのエブリーです。ナオミです。ユボです。そして番組特別解説役はパチスロ必勝ガイドのモニモです。よいしょ。さあということで今週もやってまいりました山口レバオンでございます。それでは今週のバトルから早速いきましょう。ナオミちゃんどうぞ。はい、今週はビッグホーク店さんでお昼からの自由の立ち回りバトルを行います。よいしょ。さあ先週のね、新年一発目のバトルでは、まあ、全員トータルすれば見事プラスに輝いたというね、はい、素晴らしい滑り出しを、まあ、見せたわけなんですけれども、もうこの勢いに乗ってそろそろね、もう言わずと知れた全員プラス目指しますか。目指しましょうよ。まあでも波に乗ってる2人がいらっしゃればなんとかなるでしょう。皆さんかけてますからね今日は。わっ、眩しいですよ今日。カリフォルニア眩しいって懐かしいですねこのグラタン。ハワイガエル、ハワイガエル。さあそのお眼鏡にかなう台あるでしょうか。まあ先週ですね GO がすごい面白かったということで、やっぱ乗ったらねすごいんで、うん、GO か、まあ、化け物語あたり、やっぱサミーの台が面白いんでですね、はい、サミーの回し物になりたいと思います。素晴らしい、はい、おーだいぶ営業上手になったそうですね。違うところの社員になってる。さあそしてマリモさん、僕先週まあ、投資を抑えることを、はい、まあ、第一目標にやっていい結果が出たんで、うん、まあ、それを引き続いてやってみて、まあ、もしそれがね良くない感じになってきたらまた目線変更するということで、はい、今回も前回と同じような感じでいきたいと思います。いいですね。2014年先生らしくなって、はい、戻ってきましたね先生が。もう去年負けすぎたんで嫌だ。パチスロ見るのがちょっと嫌でしたもん。だってもう一回パチスロをちゃんと好きになるように頑張りたいと思います。はい、はい、さあそれではとりあえず全員プラス目指していきましょう。はい、お昼からの自由な立ち回りバトルスタートです。今週も銃を撃っております。この台ですね、僕が来た時にちょうど3箱ぐらい交換されてたんですよ、お客さんがですね。で30ゲームやめで、拾ったというか、まあ、お客さんがやめてすぐにいただいたんですけれども、まあ、この台撃っててなんと銃をモードに入りそうです。中央モード残念きた。おわ、この時点でチャンス目2角なんでですね、出たよマングス。きた、もう3回チャンス目きゃ十分でしょう。きた、来い、止まれ、サバちゃんゲットでございます。楽勝100枚でございます。3桁来い、3桁、よし、あー50。まあ残念でしたが、先週もね確か50スタートでなんとかなったんで、今週もなんとかさせますよ。まあ、有望曰くマックスタイプなんですけど、まあ、割と軽いんじゃないかと、甘いんじゃないかということで、まあ、僕もちょっと以前から打ってみたかったんですけどね、ね、今打ち始めたところ結構ね、今ダイヤモンドの保留からもうちょっと発展するかなと思いましたけど、なんと今日ナオミちゃんパチンコスタート。はい、だいぶ私スロットコーナー物色して時間潰したんですけど、流れ変えます。久しぶりにパチンコでちょっと今日はエブリさんと並びで頑張りたいと思います。私も同じくマックスタイプなんで
波に乗ればでかいよ頑張ります。さあ、先週に引き続きまして AKB 打ち始めましたら、朝一台を打ち始めましたらすぐに推しメンチャンスからボーナス行きまして赤7で ART 入ったんですが、見てください、いきなりスーパーでございます。スーパーオーバーチュアでございます。一発目いきなり見せ場が来ました。今週こそ先週できなかったヘビロテフリーズやらかしたいと思います。じゃあ行きます。あードキドキする。さあどうだ、よっしゃ来ましたね、嬉しいな。さあどれだけ乗る。さあ3桁来い、3桁きた。さあ来ました、まだ終わらせませんよ。さあ行こう、終わんなよ。あーもうダメだ、ちょっとドキドキしてダメですね楽しい。あー終わったしょっぱい。先週のスーパーじゃない時のが乗ってるっていうのもねまたすごいことですけども、あーでも楽しかった。もう一回、もう一回やりたい、やりたいっす。あー楽しかった。あ、あるよ、来た、ある、ある、イエス、上手。あーもう一丁来た。ダブルチャレンジ、よし、おお、お、あーこんかった。ゾウ様に期待したんですけどね。ラストチャンス、何事もなく過ぎてます。10ゲーム上乗せしただけで、もう残り100切ってしまいました。そうスーパー引いた時点でもう今日勝ったと思ったんですが、500枚取れるかも怪しくなってきましたね。パチンコ&パチスロをもっと面白くするホール情報マガジン月刊パチスタ、毎月18日発行。残念。よいしょ、行かない。あ、これ当たりましたね、先週ね。10台当たりましたね。だこれボーナスだそうです。確かに重大発表だな。ゲーム数的な前兆も近づいてて、その最中に今日チャンス目を引いてとかそういうことなんですかね。まあ、ちょっとよくわかんないですけども。はい来た、せめて10ですね。これでかいぞ、これでかいぞ先週もね、これでかい上乗せをかけた時に失敗したんで、イエス楽しい
さあ160ゲームをかけた戦い。まあ仕方ない。いやでもやっぱねダチョウが一番おもろいっすね。おおああびっくりした。やったー、もうめちゃめちゃ好調じゃないですか。50枚ですよ、50枚っていうか15枚ぐらいでしたね、使ったの初期投資。ここで終わるかもしれませんからね、頑張らない、気をつけないと。あー終わったくせ。まあ、こんなもんすよね、こんなもんだと思いますよ。こんな甘くないと思います、世の中ね。あと1ゲーム、獣玉はほぼありません。こんな状態なので多分ほぼないと思います。3000枚になってるのは前の人の枚数を引き継いでるだけです。割と早く戻したんでですね。お赤文字やけどない。倍か。入ったんですけど、まあでも当たりの回数が上がってなかったんで、まあ突かすというかフェイクというか、50回転ほどで抜けちゃいました。で、まあコイン換算もう1000枚使い切りましたんで、ちょっと散歩してきます。当たると思ったんだけどね。ラメちゃん頼んだよ。頑張ります。頼んだよ。しといてください。揃って、よっしゃ。あ、やばい、終わるかも。とりあえず揃って、あー残念ですが、いいじゃないですか。全然終わらないね今日も。 AKB 様々でございます。終了です。あ、おーっちぇ、これ見て、チャンス目、やった、チャンス目で戻した。ものすごい引きですね、これね。当てきらんやった。当てるも何もなんか熱いリーチも一つも引くことができんかった。うわ悔しい。エブリンさんの仇を取ろうと思って頑張ったんですけどダメでした。マジで。そういうことですか。そういうことですか。キリになっちゃった。ふうじゃねえよ。はい、
当たりましたけど、これの前にもう1台北斗、150枚使って、これ350枚使ってからね、300回ベースぐらいから打ち始めて、まあでも結果的に当たったんで良かったですけど、トータルだから、北斗に来て500枚使っております。まあ、パチンコの分と合わせると1500枚、まあ食っちゃうよ。パチンコ&パチスロー、もっと面白くする、ホール情報マガジン月刊パチスタ、毎月18日発行。京セリーからあんなに溜まるとは思いませんでした。ここでいいよ、おお初めてのゾウ様です。ゾウ様に入れちゃいました。ここは嬉しいな。結構乗るでしょ。おいおいおい、おっしゃリプレイ以外で継続です。おー、ありかい今の200乗ったんでよしとします。おーし、時間ギリギリまで頑張ります。3発で仕留める気合で。ダメだったか。お、チャンス目いけんじゃない？3発目で。せーの、わー来てるよ来てるよ。4発目。よし。先光り、逆押ししてみましょう。あー、バケっぽい。チェリーは狙わないで。あー、やっぱり、まあ、ビッグ2に対してレギュラー1回なんで全然全然苦痛じゃないですね。むしろビッグとビッグの間を埋めてくれてありがとうございますといったところです。だからありがとうじゃないんだよね、自分で引いてんだからさ、ありがとうじゃないんですよ。うん、だいたい誰に感謝してるのかよくわかんないしね、パチスロでありがとうとか言うと全部自己責任でやってんだからさ、わかんないですよね。そう、引いてやったでいいんですよ、引いてやったぞこの野郎でね。あー終わるわ。まあでもここで戻る可能性は十分ある。うわ、なかった。ちょっと届かないけど、だがしかしまだ安倍氏があるんです。131安倍氏あるから、あるよ。20くらいでいけ、行っていいよ、いつも行って。おっしゃー、アビッシュ。まだトータルで勝ってないけど、久々にさんにやらせてもらいます。ビバビクトリーウィー。これであと百何十枚かまくればいける。めちゃくちゃや、めちゃくちゃや、もう白。結果発表よいしょ。心も体もサブカー
すごいですね。だがしかし結果はホットかもよ。ゆうぼさん、はい、私今週もパチスロ10を打ちまして、1点打ち切りましてプラス830名でした。ホット、ありがとうございます。ホット2週連続プラスですよ。わっ、すごい、してるよこれ。そしてナミちゃん、はい、私は、パチンコのセイントセイヤ1台打ちましてマイナス1000枚。ホットルパを逮捕することができず、はい、ホットの剣転生の勝利2台目にヒットしましてプラス112枚。おー、まあ、ですね、はっやる、まあ、いろいろあります。そう、そして一番最後に出てこられました丸子先生。はい、私が500枚投資の1830枚の回収なんで、うん、1330枚のプラスでございます。ほっと惜しい、2週連続プラス、ね、ちょっと1人だけ負けちゃいましたね。まあでもトータルって言ったらもう大きなプラスですね。万歳ですね。もう素晴らしい。はい、2週にわたって2010年の先生らしい立ち回り、うん、AKB でしたね。店内を見ましたらば、はい、リセット率が高い機種とそうでもなさそうな機種とがありまして、うん、AKB が当たり回数見ますと、回数というのが当たったゲーム数か、うん、とあとその割合を見ると全体リセットしててもおかしくないぞという状況だったので、うんうん、1台だけなんか知らないけど3ゲームでやめてる台があったんですよ、うん、朝一、うん、これはとりあえず128を回してみようと思ったらすぐに押し目入って当たってART 入って最初 の、 ART がスーパーオーバーチュアで、それがまた270まで行きまして、そこから途切れることほぼ途切れることなく1800枚になったかな。で、まあ、そこでもう勝ちをキープしつつジャグラーの良さそうな台を2台打ちまして、まあ、そっちでちょっとマイナスだったんですけど、まあ、ほぼ現状位置でなんとかなりました。でも今年先生ちょっとね、去年までと違いますね。だからもう何とかしてその、財布から金を出さないようにしようと思って、ね、よくないじゃないですか、まあね、人にあげるならいいですよ、お祝い事とかで、徴収されたくないですよ、僕はもう一生懸命稼いだお金を。やっぱりね、もう本当に尻に火がついたと、うん、遅いですけど、新年を聞くきっかけにね。そして、ゆぼさん、はい、週連続プラス。そうですね、僕もまあ慎重に行こうとはあまり考えてなかったんですけど、だって早かったもん、うん、もうね、需要のお客さんこうバーってコインね、2箱半ぐらい積んでるお客さんバーって流していって、どこだったろうと思ったらもうゆぼ座ってましたからね。たまたまね、僕が需要の島に行ったらちょうど店員さん呼んでる状態のお客さんがいて、あ、じゃあ打ちまーすって話をして、まあ30ゲームやめぐらいでやめられてたんです。まあ、そこから、すぐに GO モードから、当たりまして、サバちゃんにも入って、まあ、あれやっぱね、サバちゃんに入れて1回でもあのビーストチャンスに入ればなんとかなる台じゃないかなと思いますので、まあ、それで、1000枚ほど出て、まあ、そこからね、伸ばすチャンスはあったんですけど、結局伸ばすことができなかったということなので、まあ、そこでね、すぐ最後でやめられたんじゃないかと。素晴らしいです。まあ、2週にわたって、トータルではプラス収支ということで、はい、まあ、去年ね、縮みに縮んだバネが2014年じわじわと、そうじゃないですか、来てますよ、来てますよ、来てますね、来てます、来てます。さあ、ということで見事今回トップの丸子さんにじゃあ締めていただきましょう。どうぞ。あるんですよ。俺勝手にも今年からやりだってやりましょう。めんどくせえなこれ。やっていきましょう。お願いします。また AKB 現役です。それでは皆さんまた来週。いいんですか今ので。もういいんじゃないですか。さあ、それでは皆さんまた来週お会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。閉まらない。大丈夫大丈夫。